いよいよシーズンも大詰め、全日本 GT 選手権第6戦。いつもはバカやってるビデオオプションレギュラー陣もこれだけはマジでやってます。真剣勝負でチャンピオンを取るのは誰か。日本で一番速い箱レース行ってみよう。場所は岡山県の TI サーキット相田。以前はイグアレースもやったこともあるという由緒正しいサーキット。はい、やってまいりました GT 選手権第6戦、TI サーキットにやってまいりましたけど、まあ残りあと2戦ということですね。ここでポイント争いも徐々に難しくなってまいりましたね。86はね、今回はダメ。後ろの方からまあゆっくり行って1点でも取れればまあそれで OK かなと。森尾です。今日の決勝はいきなりこういう車を直すシーンから始まってしまいましたけども、ちょっとトラブルがあってやっちゃいました。ちょっと調子悪いですけどね、必ず決勝は食らいついて、シリーズ争いを面白くしたいと思いますので、必ずチャンピオン取ります。今日のテーマはシリーズチャンピオンということで、僕らウエットスポーツセリカはですね、 GT300 クラス今ただいまシリーズ2位です。残すところ2戦となってしまいましたけども、トップとのポイント差はちょっと大きいです。何が起こるか分かりませんので、レースは残り2戦全開で頑張ります。MR2 もセリカもいっぱいいっぱいみたいなんで、まあこっちは余裕なんで、まあ一発ここ TI で優勝して、次のモテギでまたチャンピオン争いを面白くしたいんで、頑張ります。雨宮です。今日はフリー走行バッチリです。いけそうです。ポールは元 F1 ドライバーの中島悟監督率いるモービル 1NSX、 2番手はアキラ号。前車周回遅れにして前半に、まあ、軽く遊んでみようかなと思ってます。優勝宣言も立て続けに空振りの竹槍号。竹槍置いてきた、邪魔なんで。今回も車載カメラを搭載、切れた走りに注目、星野号。すいません、金曜日壊しました。決勝はきっちりいきますね。燃えてますんで、星野さんはドリキン影山兄貴のスープラは絶不調。 GT300 トップは上り上司の竹志 S1 号。前回は2位を獲得したアマサン号は5番手、シリーズトップの森尾 MR2 は6番手。8番手からどこまで追い上げられるか、モン吉セリカ。後ろから4番手、いつものポジション86号。スタート前、このチームだけは相変わらずのお気楽。なんか頑張ると多い。さて一体どうなることやら。82周のレース、いよいよスタート。2番手からスタートしたフィナシュコアクラ NSX の車載カメラ、トップのモビル1 NSX を抜きにかかる。よりフィナシュコの汚名返上か。そして日本一速い男、別名ケイトも日本一の親父、星野和義のカミソリドライビング。今シーズンカルソ号は今一歩結果が残っていないが、走りはやっぱり切れ味鋭い。GT300 は5位争いをアマサンセブンと森尾 MR2 がバトル中。ちょっとした隙に森尾 MR2 が前に出たものの、スローダウン。ピットまで戻ったもののエンジントラブルのためリタイア。ポイントなしは一体。86号リアマンパー破損。誰にかまほられたナッツの上坂クッキン。 GT500 クラス、おなじみの GTR 対スープラ中盤争い。相変わらず攻めまくるカルソ号。この人だけはどこのサーキットでもコース幅を人より広く使う。ダートに落ちてもリカバリーはお手の物。こちらはトップを走るアキラの NSX。 2位も NSX だけにポテンシャルはほぼ同等。粘ってみたがパッサで2位に後退。
ピットインが始まる。その光景はまさに戦場そのもの。100リッターのガソリンタンクの中身をギリギリまで使い切り空っぽにして入ってくる。ドライバー交代とタイヤ交換、そして給油をわずか数十秒で行わなくてはならない。ここでの逆転も多くあるだけに、各チームの腕の見せ所、必死です。坂岸からミドル選手に交代した86号外人ドライブの FTO とバトルが始まる。不思議にも毎レース必ず一度当てられコースアウトしてしまう86号であった。後半になるとタイヤカスなどで路面が荒れてくるため、ラインを外すとスピンコースアウトが多くなる。そのためオーバーテイクするときは前のマシンだけでなくそっちの方にも気をつけなくてはなりません。影山弟にドライバーチェンジしたカルソ号、こちらはスカイライン同士のバトル。アキラ NSX はクニさんに交代、2位から徐々に抜かれて4位を走行中。頑張るクニさん。当てられちゃってカストロスープラにパスされ5位に交代。 GT500 トップはモービル 1NSX、 GT300 は向かうところ敵なしのタケシ S1 号、アマサン号はクスコインプレッサと2位争いのバトル。テール2ノーズのまま最終ラップへ突入。もうアマさんもピットでドキドキでちゅー。その模様を車載カメラでどうぞ。最終戦の茂木に持ち越しとなった。第6戦を終了して GT500 クラスのトップはケンゾイル GTR のエリック・コマース、そして GT300 クラスはタケシ S1 号が逆転してトップになった。2位に後退した森尾 MR2 とはわずか1点差。注目の最終戦は1号待て。山田君は最後頑張ってくれて2位ゲット。次は優勝といきたいんですけど、まあどうなるか分かんないけど頑張ります。あんま飲めないんだよね。